次勝てばいいだけなんで、簡単っすね。関節一個一個きしむくらい、まあ本気出します。そろそろ本気出しますよ。ビールでも飲んで五臓六腑に染み渡らせたいですね。映り込んで気持ち悪いのは僕の方だと思います。なんせ骨ですからね。これは自信ありますね。僕はね、理科室になったら大概気味が悪いって言われるんですよ。勝手に動くなんていう七不思議もあるくらいで自信あります。さあ、骨 vs 人体模型小判勝負、ついに4戦目となりました。早いぞ、今回もですね、実況の方担当させていただきます、デスペラードの竹井志門です。よろしくお願いします。そして解説はマグラグの皆さんです。お願いします。ついに4戦目でございますよ。4戦目ですね。はい、今のところですね、骨が2勝とリードしてますから、だいぶね、人体模型のプレッシャーかかってると思いますけども。いや、何度も言いますけど、はい、やっぱりニューアルバムのキャラクターが、そうですよね、人体模型くんなんで、僕らとしてもやっぱりね、そっちを応援しないといけないんですけど、やっぱ骨もなんか自分らの息子のようなね、感覚がしてるんで。じゃあ行きましょう。4戦目はこちら、心霊写真対決。想像つかないですよね。おのおのですね、2枚ずつ写真を用意していただきまして、どちらがより心霊っぽく映り込んでるかと、いや、より怖く映り込んでるかというのを皆さんに審査、はい、審査していただきたいと思います。はい、人体模型の1枚目はこちらです。なるほど。怖い怖くないじゃなくて、見つけた見つけないの証明みたいな。見つけた。ちょっと間違いしたって知ってるよね。はい、かなり。なんちゃんを探せみたいになってます。まあでも確かにこれは心霊写真っぽいって言われたらっぽいと思う。リアルですよね。リアル。まあまあ、リアルすぎる。まあそもそも人体模型の心霊はないんですけども。撮るのは結構大変だったと思います。その心配は大丈夫です。スタッフの部分。なるほど。そこ評価する。じゃあ皆さん、ちょっとこちらの点数の方を、はい、話し合って、また10点満点で OK です。はい、決めていただきたいと思います。基準になるから、ね、はい、ね、10点満点ですよね。はい、決まりました。はい、じゃあいきましょう。せーの、1点です。またはい、きびー。正直これは、人体模型が捨ててあるようにしか見えない。心霊じゃなくてね。そうですね、はい、ゴミ捨て場に人体模型が不法投棄、不法投棄ね、不法投棄してあるようにね。やばい、人体模型追い込まれましたね。じゃあ次ですよ。はい、さあ、じゃあ次はですね、骨の1枚目いきましょう。はい、はい、骨の1枚目はこちら。おお、そうきたか。これね、やっぱ鏡に映り込むっていうのは定番ですから。ちょっと死んでるっぽい。もともとが何を撮ろうとした写真なのかよくわかんない。人が立ってて骨がだけが映っちゃったみたいな、後ろにっていう程度。なるほど。あと、まあ綺麗なトイレですね。綺麗、ビックリワイパーも掃除の行き届いている。なるほど、いいことですね。はい、どうでしょうかね。じゃあこちらの点数も皆さんで、決まりました。決まりましたね。いきましょう、はい、点数、せーの、1点です。1点仕方ないですね。今あるよな、しょうがない。いや、だからあれなんですよ、もう同じレベルで、うん、なんていうんですか、競ってるんですよね。すごいいい戦いなんですよ。うん、なるほど、点数が厳しいというだけでね。そうそうそう、いい戦いはしてるってことですね。めちゃめちゃいい戦いです。なりました。もうどっち勝ってもおかしくない。さあ、続いて人体模型の2枚目です。はい、はい、これは怖いんじゃないかな。じゃあいきますよ。でん笑ってる。これは怖い。確かにこれは怖いですね。これは本当に怖かった。こう本当怖いね。本当にだから霊が映り込んでるみたいな。怖い。すごいな。でもこれはいいな。これはやっぱいいよ。お、巻き返せるかな。じゃあ人体模型。じゃあ点数の方よろしいですか、和樹さん。じゃあいきますよ。せーの。5点です。5点。低い。こんなにみんな、ね、こんなにもう、ね、これはすげえ。5点なんだ。10点そんなに怖いんだよ。で、今ですね、人体模型が1点と5点で合計6点、うん、で骨が1点なんですね、うん、で骨が6点以上出せば骨の勝ちということですね。もうこの時点で5番勝負終了になりますんで、はい、これは大事な1枚ですから。
じゃあ見ていきましょう。骨の2枚目です。ドン。なんかいろいろおかしいぞ。骨云々の前にこのバーのマスターのキャラが。そうですね。誰だ。確かに。似合ってるよ。そうですね。こういうなんか金髪のさ。いそうですよね。コーンローみたいな感じ。なるほどね。じゃあ6点以上出るんでしょうか、骨は。難しいですか。いきますか。はい、いきましょう。せーの。4点ということは、この勝負は人体模型の勝ち。え、これダメですか。だからちょっとギャグに走ってるから。そうなんですよね。うん、置くとこ他にもあったよね。そうだね。ちょっとね、骨側もちょっと笑わせてやろうみたいな。ちょっとね、やらしい感じ。まず人のチョイスが笑わせにかかってますもんね。骨の悪いとこ出たね。出ましたね。はい、いよいよ次回はですね、勝負が決まる第5戦です。よし、これで決まるんですね。